ツッコミニュースランキンキグ時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介まずは第5位、うん、去年の放課の国内興行収入は1283億円となり 新型コロナウイルスの影響がなく過去最高だった2019年の90%まで回復しましたまあこの2年、エンタメ業界というのは本当、このコロナの中で苦しんできたんですけれども映画館も最初、いろいろ言われてたんですがえまあ本当、黙って見るもんだし空気の換気も、換気、非常にしっかりしているということですので非常にまあ安心、安全なエンターテインメントであるということも含めてだと思うんですけれどもまあこういったこともちょっとずつ整理されて本当、に2年かけてなんですけどなるんでしょう ねはい、続いて第4位。 経団連は昨日東京都内で主要企業の労使が賃金や働き方をめぐって意見を交わす労使フォーラムを開き、今年の春闘が事実上スタートしました。まあ特に、えー、我々の賃金をですね、どういうふうに上げていくのかというのがもう本当大きなテーマなんですよね。で、えー、いろいろデータを見ててもそうなんですが、日本の今一般的なお給料と言われるところが四百四十万というふうに年間言われているんですが、アメリカに行くとこの倍。 ね、物価が全然違うなと思いますもんね、はい、で一方でその給料は上がらないのに物の値段原材料費が上がっていっていわゆる悪いインフレになっていってるということを考えていくとやっぱりこの労使含めて話し合ってです、ね、しっかりとこ賃上げというものに改めて向き合っていくという姿勢は大事ですよね。続いてて第3位アアメリカののの政府高官はロシアがウクライナを侵攻しした場合の経済制裁の一環として 先端技術を使った製品の輸出規制を準備していると述べましたこのロシアのウクライナ情勢というのは日に日にいろんな情報が入ってくるんですけれども、うん、まあアメリカ軍が、ね、8500人規模で、まあねはい、軍を送るという話もあれば今度はロシアはロシアで、えー、アメリカの南米キューバとか、はい、それからベネズエラというアメリカのまあ裏庭という言い方をまあ毎日新聞さん、されているんですけれども、うん、今度はそことしっかり協議をしてなん、はい、ならそこに今度は配備をしてくるんじゃないかと。うん なんかいろんなきな臭いお話にもなってきているところがあって、ですね,うですね本当にうーん、まあ、目が離せない状況になってきているというのはあるんでしょうね。はい、続いて第2位は 政府は昨日新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を18道府県に追加適用すると発表しましたこれだけ感染者の方の数が増えてくると、はい、まん延防止等重点措置の効果、どれぐらいあるのかと言いつつ、まあ、出さざるを得ない状況と、はい、まあ本当、飲食店の方々、大変な状況なんですが、すね、この状況の中では、この1週、2週ぐらいは、 え個人的に控えておこうかという方も多くなってきてましてね,ね規制があるないは、はい、もう皆さんの気持ちとして,です、ね、っ,てっていうところもあってうまあ、ただもう本当にこの手しか取らざるを得ないのかというところも含めてということになるんですけれどもまあ、あの緊急事態宣言というところまで行くともう本当そこまで行くと逆にもっとどんな効果があるんだという話にもなってきてるんですけど、ねはい、ちゃってるところもあります、ね、ありますもんね<ー>はい続いて1位は 萩生田経済産業大臣は昨日の会見でガソリン価格の急騰抑制策を初めて発動すると発表しました明日以降それぞれ1リットルあたり3円40銭の補助金を元売り業者に支給します、えー、まあ実際これが我々の使う小売りの価格にどれぐらい反映されるのかという話になるんですけれども今日もいろんな各種の話とかを聞いているとですね今度は、えー、お店の方はね、はい、あそこ 隣の店どうしてるやろうとか近隣のお店どうしてはるんやろうっていうところによってあそこが下げあったらうちもとかいやでもあそこ下げてはれへんやったらうちもかなというような様子見というのも出てくるだろうなというのもうちょっと地域ごとで変わってくるかもしれない、ね、だからね本当ガソリンの事情って地域によってもともとほら微妙にねお値段違ったりするので本当どれぐらいこの。 消費者にとっての実感があるのかどうかっていうねあの、みんなよく分かってると思うんですけど、本当、ガソリンって今、高いの中で、ほとんどが原材料費と、はい、あの価格と、はい、それから税金なんで、あの小売りの、ね、ガソリンスタンドさんが何かこう利用を得てるのかというと、決してそうじゃないという状況、みんな分かってながらなんですけどね。すすごいいい割引しててもらってますよいろいろと本当、ねはい、大変な状況が続きそうですは,いではあ、コマーシャルのと、石田エリさんの登場でございます。 ワイズミユイチのエーナー MBS ラジオがお送りしていますさあここからは石田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いします、えー、石田さんとも朝、はい、いろいろ喋ってたんですけれども、うん、本当今病院にねどのレベルでどう行ったらどこまで見てくれんねんというのがう特にその濃厚接触者でね,ね、はい、その 家族が陽性になった、うんはい、ほぼほぼうつってるんちゃうかと思うけど濃厚接触じゃないですかその時点ではうん、うん、発症もして。うん どうしてかからへんよねはっきりしないと行動に移せないとねもう本当と今現場もねすごい困ってはって若くて症状があまりない方に関しては自分で検査キットを取ってそれでまた判定してもらって陽性になったら病院行ってとかほなその検査キットは誰が手に入れんねんとかそうそうそうないしねもしね。とか若くて陽性になった人は家でまあまあじゃあ自分でね自宅調けか やってないけどその親は重症化するかもしれんのに、うん、まだ濃厚接触者やったら動きが取れへんじゃないですか。よく分からへんねそれ僕最近不思議なのは濃厚接触者の濃厚接触者はどうなんねやと。いやこれはねでも濃厚接触者の方が仮に陽性だとしたら今度はこっちは濃厚接触者になるわけですよね、うん、本当にそ、うん、そうそうほんとに。 今す、ね、いそれ言い出したら国民のほとんどが濃厚接触者いるとこれだけその移りやすい、うん、感染しやすいわけでねオミクロン株だからそうなると濃厚接触者最初の濃厚接触者の人は。うん まあかかってる可能性が高いわけじゃなあその次の濃厚接触者もそうなるって考えるとねだからこそ何ていうのかな企業さんとかにし,、はい、にしても、うん、濃厚接触者の人は、えー、出社を控えましょうとか行動制限をするというのは、うん、これはそうなんですけど。うんうんはい それでもなってくると今度は人がわらないようなあんまりやりすぎたらねだから今も新聞各紙テレビもそうですけど PCR センターに検査センターにですよもうびっくりするぐらい人が出て危ない。あそこ危なっかしいよねだからそういう意味では結構しっかりお金をお支払いして有料でとなるって高いお金を。 だと、まあ、比較的早い段階で検査が、ね、考えたらさそこに行く人ってある程度ちょっと心当たりがあるから行くわけで,そ,うでそこに何か飛び込んでいくような感じじゃないですかだからこれはね本当とあの行政もそうだろうなと思うんですけどね初期の頃ってもうほんまだもうちょっと2週間ぐらい前って、うん、不安のある方は検査をに来てくださいって言って、うん、みんなが行ってしもたがゆえに、うん、そこがいっぱいになって、はい、陽性者の方の数も増えた。 ちゃうでしょそうです,そうですそう時間かかりますよ、ね、ただ、まあ、例えば送ってあ<ー>やっぱまあ最低でも1日はかかるわけ、うん、その間の動きも分からへんし、ね、そうなんですよであの今平出した2日ぐらい待たなきゃいけないとなると、うん、出してる人も身動き取れんですもんねそうそうそういうこと<お>でまあ結果陰性だったらまあよかったですけれどもそうなんですよ、ね ここ数十年の中でお医者さんも経験したことがないあの一波二波含めてですけどこれも含めて経験したことがないでしょう大きく重症になっている方が一派二派の頃ぐ比べて少ない分余計にこの現状どうしたいというとバタバタと人が倒れていくじゃないじゃないだからその分逆に感染しやすくなってるわけですよう だからいざ我が身にねそれこそ医者さん言うように濃厚接触者に仮になるあるいは濃厚接触者の濃厚接触者ぐらいの可能性になるとした時に自分はどうしたらいいんだということをある程度頭の中にシミュレートしておかないと動けんよなただそれもね検査キットの不足過不足の状況とか受け入れ先のあれなしの状況とかで日々変わっていくわけやんね。 病院のね数とかね、うん、にもよるでしょうから、ま、うんうん、だからしいみんな困ってらっしゃると思うんですけれどもね、うん、はい。ではあ今日のニュースからまとめていきましょう。はい、6時26分でございます。今日最初の話題です。日大の補助金、今年度は不交付へ。 さあ日本大学で田中英俊前理事長らが逮捕・起訴された異例の事態を受けまして昨年度およそ90億円交付された国の補助金なんですが今年度は全額不交付の見通しとなったことが分かりました、うん、関係者によりますと、まあ、理事長や理事が逮捕・起訴されまして今月の国への報告でも真相究明や再発防止策の策定に至っていないなど運営管理に適性を欠くとして今年度の補助金全額不交付となる見通しということでございます、うん あのー、これですねあの、この私学助成金が不交付になるタイミングっていうのは、起訴、うん、段階なんですね、段階つまりその裁判があって、うんえー、有罪が確定する前にも不交付になる、うんうん、であの田中前理事長の場合は、これ、うんはい、所得税法違反でね、えー、受け取ったリベートを申告せへんだ、所得税法違反。はい まあ、要は脱税です,そうですね。で、井ノ口元理事長の場合は、うん、理,事あ理事だ。はい、この人の場合は、廃任ですね。うん、つまり、えー、工事費を水増しして、あの病院かな、うんのけ、建築に関する工事費を水増しして、大学に損させる、はい。はい 容疑者払わしたという背任罪なんですけど、うん、これ、両方ともまだ起訴段階、うんあの、まあ認めてたら認めてのちょっとここは違うと言ってたあるんですけどね、起訴、うん、段階ですけど、まああの学校運営に関するう刑事事件で、うん、起訴されたということで、うん、不交付、うん、でこれ、日大ってね、実は日本で2番目に多い、1位はあのあなたの母校です。早田大学です あの学部が多いとことかまあ生徒が多いとかどうしても多いそうでしょうねあとねイメージっていうかまあ実際そうなんですけど医学部があるとこ多いねああそうかそうかまあまあ日大は両方やから医学部もあるし学生さんも多いし2位なんですけど90億90億と多いですよ結構なもんでしょ90.2億ぐらいあるんですけどねでこれがあの今年度不交付今年度ということはこの 今2021年度ですよ、うん、3月末まではね、はい、これ、不交付になった場合、自動的に来年度も不交付になりますらしいです僕、これ、聞いてびっくりしたんですけど、うん、自動的になる、ね、自動的になります、で、あのよ,よっぽどあの改善が認めたら場合は、えー、それでも減っていくんです、つまり改善がなかったら、永遠に不交付です。 だから、この不交付になるということは大学運営にとってはとても大きいことなんですよね。うん、ででみんな90億は消えるのかじゃなくて、今年90億、うんでまあ、今年度ね、はい、来年度90億、うん、再来年度は68億、うんで、その次は45億、その次は23億が不交付になって、やっと6年後に,元に戻る,元に戻る。ということで、6年、えー、1、2、3、4、5年分で。 ざっくり億いやだからねこれ昨日その話してたんですけど、うん、これ例えば学生さんの学費にね、うん、負担がかかるのか、うん、まあこれはかけないというふうに言うてるんですけど、うん、新年度からの入学生はわかんないですよね新しい年度から、ねまあ。まあそうやねうただまあ,あのまあ日大は結構あの資産もあるんでそこで対応して浮いてますけどあと。 教職員の方、あの教授の職員さんの方だったりそういうところにこう迷惑がかかってくるわけですよね。そあの学生には迷惑かけてへんって言うてるけど、うん、いわゆるその、まあまあ、リストラとまでいけへんけども料がちょっと減っちゃうと、ね、るとか事務の方事務の方とか。 そ可能性は泣きにししもあらずでしょうなうで僕は今日ちょっとお話したいのは、はい、実は、うんえー、この日大の不,正不祥事がある前からね、はいえー、ちょっと日本の私立大学で、うんえー、法律が私立学校法という法律に基づいてやってんだけども、うんえー、これちょっといろいろもう解説すればあかんのちゃうかという話が来てたのあそうなん来てる中で、うん、日大の不祥事があったんで、うんえー、ちょうどこれにね 改正しようとしたところがポコっとはまるわけ。この話に。あの気運が盛り上がるわけですね。今まはね。本まはそうそう。はい、一つは理事長に権限が強すぎひんかということなんです。うん、でこれをなおさんかという話なんですね。うんうん、でまずねあの例えば、えー、我々会社の取締役っていうのは、うん、誰が決めるかとあの株主総会、はい。そうですね。要は株主が決めるんです。一応まあ。 会社がね、うん、次の取締役こんな人にしたいですとなったときに、うん、株主があがいいですよと、大抵、はい、はシャンシャンで、はい、なんだけど、一応、まあ加盟総会のきょ、まあン氏総会のシャンシャンが、ねね、賛成がいるわけですね。ううすよねで、このまあ学校法人の場合は、承認方法は各法人で決めていいですよと。<ー>うん、それってあの解任にはどうするか、これも法律は決まってないです。つまり、それぞれの学校で好きな人を決めて、好きな時点で辞めさせたり。 だからかなり会社の会社って学校の中だけで決められるってことなんですよね。外部の意見、いわゆ株主総会とかそういうこと関係なく。で、一応ね、理事会とか評議委員会とか幹事とか、この3つのフィルターで、まあ、理事を決めるということになっとるんですけど、この3つのフィルターともすべて理事長が うんって言わなから。こんなら理事長もめちゃめちゃ強いじゃないですか。だから理事長がめちゃくちゃ強いのよ。え、そんな変な言い方ですけど、いろんな学園モンドみたい理事長っていつも強い県がガムありますよね。学園ドラマとかでもそうじゃないですか。で、だってね、いいじゃあね、会社は取締役会という一つのフィルター。で、で、私立学校は 理事会、評議委員会、幹事という3つのフィルターやから、うん、より厳しいなのは3つとも理事長がうんと言わなあかんから、うん、結局、理事長が決めれるの、うん、でこれがちょっとき強すぎひんかと、権限を。ということで、あのー、理事を決めるのに、あの別の第三者組織を作ったらどうですかといや、いりますよね、こうやって見るとね。評議委員会というね、うん、もう学外の,の人を、はい、で決めてもらうという、まいたら株主、ま、総会的な。 でも本来あの我が母校もそうですけども、うん、学の独立っていうものってのどっかで保障されるわけじゃないですかだからここまで来てしまうんで,でしょでしょあんまり他人に介入されずに自分たちでしっかり自治を行いますと学問は誰にも犯されませんっていうのがあるから本来自分たちで決めていいはずなんですよね、うん。でもさっき言った3つのフィルターは、うん、その3つのフィルターを決めるのが理事長なんで。うん 表議委員会を決めんの森理事長、幹事決めんの森理事長だったら、結局理事長がうんって言わなあかんわけで本来理事長にすごい高い道徳性だったりとか、専門性が必要とされるんですけど、うんうん、だからね、そこがちょっとこんな不祥事があってんから、うん、ちょっと第三者機関が決めるようにしませんかという、うん。 議論を去年の末までやってて去年の末までやってて去年の末まで去年の末まで今年のもう今始まってる国会で私立学校法の改正案として出てくるはずやてところがこの今言うた評議委員会を作ってそこで決めたらどうですかというその決める会議要は私立学校法の改正を決める会議に私立学校の人が誰も入ってへんって揉めだしたんですよ分かる 言ってること私立学校の,の改革をするための法律を決めるメンバーに私立学校の人間が入ってなかったってもめてこれどっちなんですかねややこしいねいや入った方がいいなとは思ったんですけど入ったら入ったで <laughs> や,ややこしかったりするのかややだからさっきのもう理事長と同じようなことで <laughs> ほったら結局あの去年の末大どんでんで、うんで

としても、うん、収賄罪はならんのよ。え、なんで?。え、私立やから。へ<ー>あ、そう。私立やから。そう。そういう理屈なの。<当>そうなんですよ。いいすかそうならない。あの、公立、例えば国公立の大学やったら、これ収賄罪になります。はい、リベートもらったら。はい,はい、<ど>は,いはい。けど、私立の。理事とか理事長はなんぼ賄賂もらっても、収賄罪が存在しないのよ。 これもその時に確かに言われましたけど日大事業部という一つのまた組織があって、うんうん、え日大自体がそこで損したと言わん限りはっていうところもあるわけなんですよねうちに困りましたねんって言わん限りはあのなんていうんですか成立しないんですよねそれが言うはずないやん。言うわけないですよね。うんうん、で,でまあと言うとその賄賂渡してたとはっきりね業者が「うん、俺私賄賂渡しましたよ」とい、ね、う中で贈賄罪もないわけよ。 当然送ったほうもからまあそうですよね送った方も送られたほう<ー>で、これおかしないかという議論もあるわけそ,それは一般論としておかしい気がしますけどねで,でその理事長は今回あの所得税法やるんですけどリビエットをもらってたわけですよ、うんはい、リビエットもらって、はい、でもこれほんまやったら、はい、まあこれも賄賂やったら、うんね、賄賂になれへんわけねほ、はい、れでもっと言うとリビエットをもらうことで学校に損をさせてたとしたら、はい これは背任罪になるけど、今回まあこそこまでいかへんだよ。はいはい。でもしも背任罪になるねんやったら、うん、ええー、まあ特別背任罪というね重たいやつになるはず。うん、偉い偉い人ほど背任罪は罪を重くするうん、うん、会社で一般社員が背任するより、取締、うん、役が背任した方が罪が重いわけ。うん、あまあ。うん、でこれもないの。うん、はあ。ほだら恩賞になりかねないわけですね。あそう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 。で本当は。 その理,理事の選び方を、うん、まあ変えた後に、うん、ここもやりたかったっけ刑法に<ー>私立の大学にもシュイザーを作ろうぜとねに、うん どかちゃかになってしまうだな。<laughs> 話ができてないわけよ。<laughs> まあ、でも、これ、何とい,いうんですかね。あの、気持ちとして見れば、こう、うん、私学も、ね、あの、自分たちで自治をしっかりやりたいっていうのはあると思うんですけど。この助成金と公のお金が入ってくるとなるとですよ。うん、そうなのよ。あの、そ,ね、その要素は必要かなとは、思ってきますよね。かんだから、ま最初にその、理事の選び方と,、うん、という、いわゆる、あの、ガバナンス、ンスよく使うガバナンス強化ということで、法律を。 まず変える、うん、その後とに、うんえー、収賄罪とか特別背任罪を私立学校にも作ろうという流れやってんけどん最初のガバナンス強化のとこで、うん、あの古足に戻ってしまった去年の末に、うんまあね、つい来ないだよ古橋に戻った。うん、で今やり直してるんで、ま、一応ね、あのー、今の国会、えー、6月までに間に合うように出したいとは言ってあるんですけど。うんうんうん 果ててさいやあのそれこそ本当日本これ私立大学もね多くなってきてなってくると本来もともとほら立ち上げの頃っていうのは勉強したい人たちが集まってっていうのが俺それ明治時代スタートなんですけどこうなるともう本当に会社というかビジネスとしてという話になりますもんね。えあのおばちゃんや多すぎて文科省もそこまで目が届かへんにやったらもっとの法律をちょっとね厳しくするかなんかせんとこれ。 ゆるくなったまめやからね今そうですよねであの湯田学費ってもう我々言われたら授業料こんだけですって言われたらもう反対も何もなくその金額納めなあかんわけじゃないです百万です万っていう話ですからねだからまあちょっとねあの振り出し戻ってますけど話をまたこの第一回新新しく話し合う会議えっと今月の十二日から始まったんかなだから今やり始めたばっかりまあでも改めてそのまあ私学含め私学というか学 学校とか大学とはどういう存在なのかというのをねあの楽譜あの学府最高学府の実は大事なんですけどね、はい、どこまで任すんか,かっていうところをね6時38分になりましたでは続いてこちらです。 さあ日経平均が昨年来安値2万6954円81銭を下回るというお話でございますさあ25日の東京株式市場日経平均が昨年来からの安,最安値を更新いたしまし安値を更新しまして2021年8月20日につけた2万6954円81銭を下回りまして2020年12月29日 2万6921円14銭以来の低水準となりました、えー、アメリカの連邦準備理事会 FRB によります金融引き締めや新型コロナウイルスのオミクロン株感染対策拡大への警戒がやはり世界的にもこれ重しとなっていますねあとウクライナ情勢ですねだって昨日ちょうどこの時間だったんですけれどもれ一方で入ってきたのがニューヨークが1100ドル。<laughs> <laughs> 一気に下げたっていうのがあって、<laughs> え千、ー、言うてたらこの番組終わる頃に九十九ドルプラスになっておりました。だからあの幅で言うたら千えっとに二百ぐらいの幅で下がって上がったわけです。ですね、だからまあちょっと株とかね、見、はい、たれてたあのそのチャートっていうのは、でこの。 その日の一日の値動きの幅が、あの棒グラフみたいに出るわけ。めっちゃ長い。あの普通そんな長くならないでしょめっちゃ長い。あれ、ちゃんと覚えたんですけど、ブラックマンデーとかって言われた時。もしこんな上がり下がりしたと、大騒ぎ。ですよもう千ドルなんて、大騒ぎ。大騒ぎでしょもうあの一面ぶち抜きみたいな。最近びっくりせえへんね。で、実は昨日も、まあ、もう昨日やな。もう昨日も、八百ドル下がったけど、え、結局二百ドルぐらい戻したんです。あの、上げたんです。結局。 上下げでいうとセンドルぐらいの動きなのこれも。 これもうなんて言うんですか投機としてね、儲けようという方にしてみれば、すごい相場なんでしょうけど、普通に考えたらたまったもんじゃないですよ、ね <laughs> まあ、だから、一般の人はね、そ,んなそこはもう見とかなっちゃうん、慌てふためいたら損するだけなんで、ねうん、ということなんですが、今日言いたいのはね、それもありますけども、実はあの日銀がですね、うん、ETF というのあの株の積み合わせセットをずっと買ってきたのは、うん、アベノミクスで始まってからやってたのは、皆さん、うん、よくニュースなんかでご、一度一回、回説してくれましたもんね。ね 最初のアベノミクスが始まったときは、年間4500億円買いますよと、これ何かというと、さっきまで株の詰め合わせです、証券会社が決まってるんですけどね、詰め合わせする株は決まってるんですよ、それを詰め合わせて日銀に売る、日銀はそれを買う、買うお金をだから、証券会社に払う、いずれそのお金は市中に回るやろうという、アベノミクスの考え方なんです。 で最初は4500億円買ったのね、うん、でそれじゃあ足らんということで、次の年に1兆円買ったんです、うん、その次の年は、あごめんなさい、えー、3兆円、そう、次の年はそうだな、2年ぐらいは3兆円まで増えました、はい、もうえらいことですねこの辺なってきたなで,、ね、で、えー、2016年にはもう、いやいや、もっともっと金ばらまかなあかって、6兆円にした <laughs> ね、ね、いやいや、何のをいて、2020年には12兆円まで上限にした。<laughs> えー 再ちなみにですね2020年は12兆円まであの買えるようにしましたけど実際買ったのはそれでも7兆円7兆円は強烈ようん兆円だって市中にお金が流れたわけですもんね。そであのものすごい今ね、えー、日本中の株のそうやな8%ぐらいか7%かぐらいが。 あ、東証一部の株の7%ぐらいが日銀が持ってます。うん。でも一番すごいですよ。強烈やです。強烈ですよ。50兆円ぐらいなんだけど。うん、でその日銀がヒッその詰め合わせセットに入ってる株の会社の中には筆頭株主が日銀になってしまったとかいっぱいあるわけ。うん、ああ。ねこれはよろしくないよね。よろしくないですね。っていうのは日銀ってさ物、うん、を言わぬ株主なんですよ。うん、配当だけもらえてたら株めへんって言っちゃん,ん,ん,んうん。だからさっき言ったようにその取引を誰にするとかあんまり言優的じゃない。そうですよね。うん。 ねうん、そしたらまあ言ったら企業としてはそんな楽な大株主はおれへんわけだから企業としてはまあ,あの、まあ、企業活動をサブるとまでは言わんけどちょっと緊張感がなくなるその企業の実際の実力以上に評価されてしまってるよね株価があるわけです,ねですよね。うんうん、で、あのー、あと一番はこの今50兆円持ってるこの日銀の株を。 た時はすっげえ株が下がるんですよ、うん、こうだって7%持ってるからだいぶ大暴落する可能性があるわけですよね売るに売れない売るに売れないで逆にこれ以上買うに買えない,えないという状態が見動き取れない <laughs> 去年ぐらいから続いてまして、うんえー、去年は一応ね6兆円まで買えますというのを撤廃して12兆円まで買えますとしてるんですが <laughs>、うん、実際に買ったのは8700億円なんですよ なんかそれ見たらかわいい感じがしてあんまり買わんとこうぜとあんまり買わんとこうぜと去年の10月以降は買ってなかったんですでこれねかなり外国には評判悪かったっていうのは外国の中央銀行日本でいう日銀が自分のとこが株を買うなんてねありとあらゆる国の中央銀行がやってないことなんですよ。日本やってるんで何をしとんねと日本は。その 歪めてるか市場はっきり政府とは言わんけど国が歪めとるやないかといつまでこんなあんなことしとんねんって言ってたら去年パタッと最盛期の8分の1ぐらいまでしか買えへんなんでやめたんかとついにと思っとったら今年の1月にぽこっと1回1月14日にまたどうかな一缶一セット一セットがね700億円なんですよ。 700円やろセットの詰め合わせを詰め詰まった開発って、なんでハケで700億1億円なんですか？開発って。やめてはいないよアピールですか？そこがね、みんな分からへんでもう外国人がびっくりしてまだやっとったんかみたいう反応。はい。ね、でいつまでやんねん？どうすんねん？はい。でポコっと700億円の高騰であんまり意味ないあんまり意味ないでしょうね。うん。 だっていちいちち何兆と動く中で700億円超えたところであんまり意味のないのにかこ余余っったたんですだからね一応ねまた面白いのよ法則があって午前中株価がどんと下がってその前の日より午前中で2%下がった場合その700億円の詰め合わせセットを買うというどうもどうも日銀の中に 規則みたいなのがあるわけで1月14日は午前中で 2%2.07% 下がってこれいわゆる日銀法という700億円売ってきようになとったらどんどん売ってきようってん売ってきたけどこれあんまり意味ないなと言いながら、うんうん、でもやっぱり株価が下がったら日銀は全く動かないわけじゃないんだ、うん、という心理的なね<ー>もうということあんまりもう裏んとこかなと思うじゃない株価が下げ止まるというか、うん、あの心理的なそれこそ 東京というかね、日本の株式市場もえっと今まであった仕組みを枠組みを変えてね、それこそ上値売にするみたいになったじゃないですか。え今のまあいわゆる東証一部って言われてるところがまあほぼ大きくスライドするとはいえ、ねもうちょっと世界的にお金をね企業価値を高めていこうというのがあるのになかなかその株価に反映しない。製品を七百円ぐらいでしたけどやめてもらうと。 いや完全にやめたのとなって、であのいやそしたらまある意味、売り放題やなと、うん、売る方としてはちょっとね気にするわけ、これ、日銀がゴン買い出してきたら、うんう、要は空売りとかかけたら損するから、うん,、はいうん、うんっと思ってたところに、やっぱりやってきよったから、あ,<ー>あとっと思って、ほんで、なんでこんな今日お話ししてるか言ったら、うん、実は昨日日本の株価がまあまあ下がりまして、な、うん、と。 終わりにかけてだいぶ戻しましたけど、それでもまあ結構下がったんですけど、うん、午前中2%を前の日に比べて、24日に比べて、25日の午前中は前日比で2%下がったんですよ、2.03、またたまたま14日と同じだけ、で、これが日銀法が出るのかどうか。うん <laughs> これあ、ね、あのまあ、今、世界的にね、うん、それこそおっしゃってたようにコロナだったりウクライナ情勢ということでまああのなんていうか市場が安定しないだろうなうん、うん、とは思うんですようん、うん、その一,一時的なものなのか、うん、いやいや、もっと日本経済自体のなんか体力みたいなものがやっぱり下がってるのか。うん、っていうか、ね、ちょっと上がりすぎてて上がりすぎてたんですよ。あの一番、うん、あのバブル 崩壊後のの最高値は去年の9月なんんでですすけど万超えたんですねうん、うん、でそれから言うと12%ぐらい下がったるんですけど<ー>10%超えて下がるとね、うん、いわゆる調整局面いうて、うん、もう下げ相場に入ってるってイメージなんですよだだ下がっていくかというと難しいけども下もう3万は超えにくい過労みたいなのがあるんだけどね今適,適正価格なんですかねあ難しいなだってお金はじゃぶじゃぶ余ってたから、うん、ほいでねその1月14日に 一回七百一億円の詰め合わせセット日銀買いはったわけ、でやっぱり公的よったか、で昨日二パーセント下がったから。昨日も七百一億円の詰め合わせセット買ってくるかなと、ずっと株価見とったんでさ、分刻みで。だけど、どこで入ったか分からへんね。で、七百五ぐらいで入る、分かんないんですか。分からへん。分からへん。ほんで、入ったかどうかもわからへんねんけど、日銀はね、一応ね。 一応全部済んだら公表するんですよ、今日あ700億円買いました、で昨日のね、だいぶ夜になってから、700億円買いまして、やっぱり買うたやっぱり二やっぱり2%下がったら買うんやと、で昨日も701億円の詰め合わせセット、だから 2%701 億円っていうのはセットになっててね、で昨日も詰め合わせセット、日銀買うてはんねんけど、ほとんど株価には影響しないんでしょうね。となると、この外国にも評判が悪い。 で公鉄集めた株が集まりすぎててどうすんねんっていう株50兆円超えてる株をこれからまだ買うんかいとでもやめるって言うとまたこれ混乱,します,よね混乱するんでこれアベノミクスのあかんとこで出口戦略が。 描けなないところんですねあの始まった絵は,はどうやって収めるか、まあ、もうちょっと先になって考えようか言うてた時にまた市場が変わって、うん、さあどうするとで日銀としてもやめたくてしょうがないと思う、うんだけど 2%, そうそうで,2で結構昔よりはねハードル高くしてるす昔は、ね、0.5ぐらい下がったらもうバン買いにとったんです<ー>で今2%って結構な下げなんで、うん、そこまで言わなかえへんということは自分でハードル上げてるんですけど、うん、完全にやめられへん。うんでもあの 701億円のね、一口セットぐらいだったら、大きくそんなに影響しないっていうのは、はい、ほなこうたええのか、うん、ほな買わんほうがええのかって、これ、どっちもですよね。株式を健全な株式市場という意味では買わないほうがいいんですよ。うん、だって、新たにまたお金吸ってるわけだからね、うん、701億円そうですよね。で,よね、うんでえー、買わないほうがいいですね、日銀はまた株主になったわけだから。だってこうでも影響せえへんんやったらね、そうやねうありますよね。繰り返しありますこうでもほぼ影響せえんから かえへんでもええねんけど、か、ね、えへんって言うってしまうと。ううまたどんな言いかでからんという。<laughs> 買うも地獄、買わないも地獄。もこれは安倍のミックスの、あの出口の難しさです。だそうでございます。はい、ええー、六時五十分でございます。このコマーシャルの後も、お話し続けてまいります。さあ、時刻、まもなく、六時、六時五十八分になります。続いてこちらです。 NTT のテレ放題2024年に終了へでございますさあ NTT 東日本西日本固定電話網を2024年1月から IP 網へ移行するのに伴いましてテレ放題などを終了すると発表しました <laughs> え移行には利用者側での手続きは不要で移行後も電話機などは継続して、はいえー、使えるということなんですが、はい、基本料は現状と同じ格です。うん、で、通話料については距離に依存しない IP 網の特性を生かして分かりやすい料金体系に変更する、はい、ということなんですがまだのこどっこい生き残っとったんやついぐらい照れ放題あのもう本当に電話の固定料金というものがどういう仕組みだったかもう、ね、もうもう いや本当い今、ちょっとニュースあの最、最初におさらいしておくと、うん、今の交換機でやってるこの固定電話の通信網がもう古くなってきてね、うん、もうあと2、3年でもうお維持できへんになる。はいはい、ということで、今の交換式をやめて、うん、インターネットの,、うん、おあの IP を置くんですけど、はい、そこにつなごうということで、うん、ただ欠けてるほは、なん 別に関係ないですね。なん、はい、で、これをつなぐことで、うんえー、インターネットなんで、二十四時間どこへかけても料金一緒。ああ、ほ。え、ほな、安なんのかな。北海道別会長にかけても、ここから3。三分九。九点三五円、これ固定電話同士ね。 固定電話として。では、そうなるんです。で、インターネットの世界になるんで、もう昔やってた割引とかは。もう、意味をなせへんなってくるわけです。時間割引とか。ありましたね。その中にお話しあった。テレビ放題。当然、これはやめ、やめになるわけですね。では、そのあたり改めて、どんな仕組みだったのかということも含めてなんですが。では、七時の時報の後、もう少し詳しくお伝えしてまいります。七時のお知らせです。上泉雄一の映画。 MBS ラジオがお送りしていますこの「テレ放題」というものは <laughs> どんんなもんでしたっけあの要はあの <laughs> アナログの回線につないでた時代があるんですね。<laughs> えで、えー、どうやってかな今はインターネットが普及します、うん、当時インターネットがまだなかった頃うん えー、1995年、Windows95 ができたときに、はいえー、それとつないでたのは、インターネットじゃなくて、パソコン通信という。パソコン通信でした。ニフティとか、ニフティそうでした。懐かしいでしょ、懐かしい僕もだから、Windows95 買うて、なんとかこのパソコンというものを使って、うん、競馬を当てたいということで、はい、ニフティのフォーラムというところにります。競馬フォーラム、はい、競馬予想フォーラムとか。 賢い人が作っったソフトとかあるわけよでてんのそれをダウンロードして JRA につないでまたデータをダウンロードしてそれでわせわせやってこれ予想しとったんやその時はだからつなぐのにピポパポパポパポピーポーピーガリ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 ガーガリガリガーガリ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 ガかガリガリ そうなると、例えばほんまやったらね今やったら1秒でパッと出るような画像が一晩つないで出てくるような世界やったんたね。言うともうずか20年ほど前ですよ。だからパソコン通信インターネットの前例明期ですよね。明ものすごい通信がかかるということで Windows95 が出た年に NTT さんが夜の11時から朝8時まではつなぎ放題にした定額。 あのサービスをしたわけでだから僕らはそのデータごっついデータを落とそうとするとパソコンの前で育てて11になったらプチって押してほんならバラバラピー一応ダウンロードが始まるんだけど当たり前やけどみんながそうするからめちゃくちゃ回線がみんながそこに集中しちって。あの雑誌があってねこの時間帯はこの回線がつながりやすいですとかいろいろこうありましたよね。 まつ、あ、ながんねんけど多そうにあのダウンロードの時間が<ー>で<の>明日朝8時までなんですよ、うん、で8時回ってまだ繋いどったら一気に電話代が高鳴るから <laughs> 7時55分くらいに目覚ま <laughs> <laughs> して起きたらパソコンバー切ってでもその時って電話料金とかっていうのはまだ携帯電話普及する前ですから、うん、ものすごいあのお値段がかかったんですよねいろんな意味で通信料はしっかりそのパソコン通信にずっとやってたら月10万払ってる人とかおったから。 今はもうそういうことを使う人もなく,なくただ、うん、割引制度としては残った、まあどっかでまだやってはった<か><ん>あれは加入しないとだめだったんでしたっけということは今 NTT のテレ放題に加,加入してくださいってまだ言えるわけですよね2024年に終了う,う。もう言ってんのかな、ね、<laughs> <で>逆に申請の神みたいぐらいで速度で。 あの今その需要はほんとどれぐらいの方がどういう需要であるかっていとを,をおプロバイダーがサービスしてないような地区、うん、やっとそれしかしゃあないよなああそういうことかそんながあんまんのかねかん今日本中でも一通りの少<え>なくともスマホがつながることはインターネットがつながることはだって今それこそほらなんていう,のうんだう LINE 電話とかで電話をすると電話料すらかからないわけでしょ それがあってね、もう NTT さんとしても固定電話同士そんな、例えば北海道の別会長に、うわちゃんの東京のね大学行ってるときに、大阪とこっちか、こっちの実家にね、電話かけるときね、俺の時まだカードすらなかった。カードすらなかったよ。俺はカードすらなかったよ。10円玉とか積んでさ、めちゃくちゃスピードで押していくねうで、カードでもさ、度数が減る方が。 はいだから僕らはコレクトコールとかでしたもんああ家に電話してああせやせやお金ないからお金ないからで和泉さんから「お電話です」「せや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 出ますか?」出ありませんからおかあそうそうでそんなことしてたでしょそれが今もなんで別会長ばっかり言うんろなって思うと沖縄の人が北海道別会長に電話しても固定電話どうしやったら「 2024年やから、うん、あと2年後2 0 2十年の1月から、うん、これ IP モになるんで、うん、3分10円しないという,うすごいちなみにあのちなみに、うん、公衆電話からやと、うん、沖縄から別会長にかけても、うんえー 六十二秒十一円です。六十二秒。そうだいた一分だた十一。安い,い昔のこと思ったな。いや本当。うん、でもあの国際電話とか含めてそうですけどね。うん、あの通信網の安さというかインターネットが出現したことによってこれは本当考えますよね。一つですね、うん、あのこのニュースがねだんだんこれから出てくるんですよ。うん、あの IP モーに変わってその。 通信料金が一なりますどこでもいつかけてもなります固定電話同士になるんですがそうなると必ず詐欺師が動くんですつまりねお宅の電話これに変え替えないと電話今ニュースでやってますよね2020年の1月から電話の通信も変わるってでお宅の電話変えなきませんとかもっと言ったら電話番号変えなきませんとか言て一切そんなことないですから。 こちらとしては何もせんでもそのまま普通に安く、使、うん、る方が安くなるだけなんで、あの、じゃあまた2024年までこの番組やってれば、うん、あの、改めて、改めてか、改めて注意、ちょっと、も何もすることはないというだけ覚えておいてください。はい